ございます。藤田瑠です。現在、6時23分ですね。僕は6時15分にアラームをセットして、6時15分に起床することを心がけております。今回は僕のモーニングルーティーンを紹介したいと思います。起きたらまず、水を飲みます。水を飲み終わったらシャワーを浴びます。シャワーを浴びて今から髪を乾かしていきたいと思います。OK かな。シャワーを浴び終わったらストレッチをやります。今から体温を測っていきたいと思います。36度1ですね。今から朝ごはん食べていきます。いただきます。今から練習に持っていく持ち物を紹介したいと思います。いつも練習に持っていく持ち物はこんな感じです。僕は普段モレリアを愛用しています。着替えとシャンプー、ボディーソープ、そして移動中にガムを噛むためガムも持っていっています。そして練習前に体をほぐすためにストレッチボールやチューブ、テニスボールも持っていっています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。